シリーズでお伝えしています新春インタビュー、今日は美作市育ちで F1 レーサーを目指すフォーミュラカードライバージュジュこと野田ジュジュ選手です。ジュジュ選手は3月から日本最高峰のレーススーパーフォーミュラに初の日本人の女性ドライバーとして参戦します。モータースポーツ界で新たな歴史に挑戦するジュジュ選手に意気込みを聞きました。世界でも戦ってるようなトップドライバーたちが集まって、その中で自分が戦うので楽しみ半分、どこまでできるんだろうなっていうところですごい楽しみですね。美作市で育ち F1 レーサーを目指すジュジュこと野田ジュジュ選手です。昨日ジュジュ選手はモータースポーツ界に新たな風を吹かせました。ジュジュ選手は先月三重県の鈴鹿サーキットで行われた日本最高峰のレーススーパーフォーミュラに出場するためのテストに挑戦。その実力が認められ3月の新シーズンからスーパーフォーミュラのチーム TGM グランプリに加入することが決まりました。このカテゴリーでは史上最年少で、さらに日本人女性ドライバーとして初めての挑戦です。まだ実感は湧いてなくて、今まではこうスーパーフォーミュラーともう少し先のチャレンジになるって思ってたので、本当に F1 と同じようにこうテレビの前で見てたようなカテゴリーなので、年齢で言ってもこう女性っていう面でもやっぱこうイレギュラーな存在なので、そういう私をこう乗せてくれるっていう、こういうすごいいい機会をくれたチームの方に本当に感謝です。最高時速300キロのマシンで戦うジュジュ選手、シーズンオフに故郷の岡山で挑戦しているのはなんと運転免許証の取得です。普通車って運転したことはないですね全くやっぱ違うと思うので、レースより難しいんじゃないかな。スーパーフォーミュラの公式戦に出場するために必要となるのが普通車の運転免許です。来月普通免許を取得できる18歳の誕生日を迎えるジュジュ選手は、忙しいスケジュールの合間で教習所に通っています。200キロを超えるレーシングカーと向き合うジュジュ選手、普段と勝手の違う教習車にはいかがでしたやっぱレーシングカーとは全然違うんで、今まではねウインカー出したりとかないので、通常車は結構切り込んで戻してってところで、レーシングカーは全然切り込まないし、あコーナー早く曲がったらやっぱコーナー早いって言われるんで、いつもだったらもっとコーナー早く行けって言われるところ、全然乗り方が違いますよね。一方指導歴27年の教官は、僕の方が緊張しますねもうレーサーですからね、触ってることだけあってしっかりと覚えられるのが早いですね。ジュジュ選手が栃木県から岡山県に移住してきたのは9歳の時でした。元 F1 レーサーの父秀樹さんの影響でモータースポーツの世界に飛び込み、14歳の時から海外を拠点に活動してきました。昨シーズンフランスで開催された F1 の登竜門とされるユーロフォーミュラオープンで女性初の優勝に輝くなど、17歳ながら世界を舞台に大きな活躍を見せました。シーズンオフ岡山に帰って地元のみんなに持っていけるっていうのはすごく嬉しいです。岡山帰って温泉ゆっくり入ってマスカットとか食べたいなと思います。それならばとインタビューに合わせて岡山県産のシャインマスカットも用意しました。いただきます。美味しいですめっちゃ。すごい久しぶりに食べました。向こうでなかなかこんな美味しいぶどう食べれないんで、すごい嬉しいです。ありがとうございます。海外で腕を磨き実績を残してきたジュジュ選手、先月鈴鹿サーキットでは4年ぶりとなる日本の公の場での走行に多くのモーターファンから注目が集まりました。すごいびっくりしました。ガレージの前にも本当にすごい人だかりで、たくさんの方が応援してくれてたんで、すごく嬉しかったです。スーパーフォーミュラのマシンは最高時速300キロ。F1 に次ぐスピードで、これまでジュジュ選手が操るマシンとはパワーが格段に上がります。
規格の違うマシンにジュジュ選手は戸惑いを見せるどころか新たな挑戦を楽しんでいました。車がどこまで行けるのかっていうところをこう感じることができて、それをもう感じた瞬間にスーパーフォーミュラって自分が想像した以上に楽しい車だなと無線でチームにやばいめっちゃ楽しいですっていうのは言って、ジュジュ選手はテストを重ねるごとに周回タイムを更新。今回の参加者のトップタイムを基準とした場合、スーパーフォーミュラ決勝レースに出場できるレベルに相当する1分38秒529のベストタイムを記録しました。その実力と将来性がチームの目に留まり、レギュラーシートの獲得につながったのです。今回のチャレンジもそんな簡単にはいい結果に結びつかないかもしれない。だけどこれから始まる1年の経験がまたさらに本人をね、大きく成長させると思いますし、それがまた将来大きな夢につながっていく。期待は全くしてませんし、これまで通り本人の頑張りを応援していくだけですけどね。こちらです。チャレンジを全力で楽しむ、本当に今年は自分にとってすごく大きなチャレンジになるので、 F1 の次に速い車っていうのは言われているので、スーパーフォーミュラーをこう乗りこなすことができたらすごく F1 には近づくと思うので、そういった面でも今年は本当すごい楽しみなので、少しずつ自分自身成長していけたらいいなと思います。